カバーはカバーの役割の中の一番その駆動をするコアな部分の既得を目指して、小さいながら白鍵盤も黒鍵盤も全部動いてペダルも動くというようなところで、ほとんど等身大のスケールやつを縮小しているので、汎用性で100分台の曲げの精度でいかないと、この幅に対して一つずつの鍵盤が入っていかないっていうところなので、人間の作業者の手の突き当て方一つとか、タンメンの処理一つでももう100分台は変わってしまうっていう。